許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。まさか知らなかったの？あれってニーローが誰かに怒られてるみたいだぞ。教令院の大賢者みたい。どうしてわざわざこんなところに来ているのかしら。でも家臣の舞は家臣探査の定番だよ。もし披露できないとなると。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。それに主催権は教令院しか持っていない。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな家臣探査はもともと教令院が開催すべきもので、その責務を長年放棄していたのはあっちなのに。どういうことか聞いてくるわ。見ていられないけど、あなたの言う通りね。確かに私がいても状況は変わらないわ。芸術、ダンス、この知恵と理性の国でこんなにも薄っぺらく意味のないものを追い求めるなど恥を知らんのか。全ての真実と真理を求める学者たちのために神はスメールシティという楽園を作った。しかし君らのような人間はそれに泥を塗ろうとしている。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように、神も芸術をないがしろにすることはないはず。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは、一刻も早くこの馬鹿げた舞台を撤去することだ。帰ったら次のジュニアーナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アーカー社を通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー、大丈夫か？あ、ドニアザード、今の見てたんだね。大賢者に公演を止められちゃった。ええ、どこか別の場所に行って教令院に見つからないように続けようかな。あ、でもお客さんにどうお知らせしたらいいんだろう。雰囲気作りや舞台セットの用意も必要だし、それか公演を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。さっき処罰するって脅されちゃったし、もし発覚したら。ニーロ、私のことなら大丈夫よ。でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の家臣探査はあなたにとってとても大事なものだし、後悔してほしくないの。気にしないで。ニーローにそんな風に思ってもらえるだけでもう十分幸せだから。それにこの状況で家臣探査を続けるのはさすがに危険すぎるわ。私、みんなをそういうのに巻き込みたくないの。うん、じゃあ次もこっそり家から抜け出せるよね。次の家臣探査は絶対に成功させるから。次、ええ、約束ね。次は必ず成功するわ。まさかこんなことになるなんて。あの賢者たち、風情のかけらもないな。うん、大丈夫。
こうなったらもうしょうがないもの。でもニーローの家臣の舞を見られなかったのはちょっと残念かな。いろんなことがあったな。しかもあんな残念な結果になっちゃうなんて。ニーローは来年の家臣探査は成功させるってドニアザードと約束してたけど、あいつにはもう時間が。そうだな。はあ。すべての接続を確認。最高レベルの安定性を保有するアーキテクチャを構築。計画は最終段階へ。から力を導出する。寝坊したんだからな。うん、このままだと遅れちゃうぞ。早くドニアザードと合流しようぜ。私が早く来ちゃっただけだから。なんだか少し元気ないみたいだけど、よく眠れなかったのか？うん、心配しないで、私なら大丈夫。まずはあそこの屋台に行ってみましょう。おおっておい、何ぼーっとしてんだよ。早く行こうぜ。お、あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ。見に行ってみようぜ。手をつなぎましょう。ここは、よく知ってるね。肉はないのか。うん、ちょっと残念。で、そのハフトスイーンって何なん？家臣探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、スメールの神が持つ七つの美徳を象徴しているの。人参からして月のようだね。そうか？なんだか食べ物みたいに見えるけど。月が象徴するのは、なんだったか。ちょっと待っててくれ。こいつ、こっそり本で調べてるな。あ、そうそう。これは虚言と嘘を意味しているんだ。ただ、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。そう、参考になったわ。ああ、いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。次はどこに行くか。
ファーリス、ファーリス、さあ兵士たちよ、ご褒美の、はい、ファーリス騎士。なんだなんだ。花の騎士ファーリスは家臣探査のシンボルでね、ドニアザードさんの支援がなかったら子供たちが花の騎士の私に会う機会もなかったでしょうね。そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがです？選んでこれ。そこがこれの面白いところなんですよ。おそれからと、おい、なんだよその、はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってありますが、どれにします？おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは。やっぱりお前って運がいいよな。え、体が無意識に正解を選んだのか。でもそういえばオイラもなんとなく正解を選んでくれるのが分かってたような。お前旅人、もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか。それか逆に眠りすぎてたり。ええ、私のことなら気にしないで。